今回はパナエ様がいらっしゃったオモンストンニュースの内容を拝見させていただこうと思います。で、まず近畿の奥、先週も言ってたんですけど、この1から5の奥、ギミックやボスが異なるもう一つのクエスト出現するけど、どっちかクリアすると、の次のクエスト行けるよっていうやつ、これがまあこんな感じで来るんですよね。なんで先週も行ったこと今週も行ったんだろうって思ったよ。かさ増しかな。で、もともと大のコラボ追加情報が発表されるってことを公式さんからアナウンスされてたんですけど、それの一つ目がアバン先生の集め方。このアバン先生のクエストが明日から始まるんで、それを1日1回コツコツクリアしてアバン先生運極目指そうってやつね。明日の夜中0時から8月1日の23時59分まで。で、これがソロマルチプレイのホストでクリアするとスピクリするとアバン先生1日に13体もらえる。で、さらにこのクエストクリア回数に応じたクリアボーナスでレベルの書ももらえるんで、アバン先生とレベルの書もらえるんで、しかもこれ珍しく1日1枚合計8枚くれるんで結構もらえるんです。なんでまあ台とかいろいろなんかゲットし、重心化ゲットした時にレベルの書で解放しやすいねみたいな、そんな感じで。どうなんだろうこれ、やっぱ1日コツコツまあやっていくんですけど、やり逃した時にゲストとか人のに入って回収とかできんのかな。まあそれちょっと気になるね。まあ多分まあ基本的には1日ちゃんとホストでクリアしましょうってタイプね。で、もう一個が超究極バラン龍魔人バージョン。私これアニメでここまで来てないんで、もうまあネタバレといえばネタバレっすね。で、これが超究極難易度のコラボクエスト、バランの怒りがですね。で、これは元々の通常バランのクエストクリアしてないと挑戦できないんで、まだやってないよっていう人は、まあ、これ降臨するまでにやっとかないといけないですね。で、これが明日の夜9時から始まります。で、これをクリアすると、この左の通常バランと右の龍魔人バランにいつでも切り替え可能ってことなんで、今回はこれ、一回クリアしたらいいタイプのやつ。で、まあ、傾向上こういうタイプって結構難しいパターン多いんですよね。だから、まあ、結構厳選とかしといた方がいいかもしれない。特に台。あれはやっといた方がいいかもしれない。で、これ、もともとシークレットミッションが発表されるよ、追加されるよっていうのは発表されたんで、それが、まあ、これクリアするとコラボ限定グッジョブもらえますよってやつ。まあ、ある意味このメンツもこれもメンツで、それはそれでちょっとネタバレ感がある気がするけどね。で、これが7月22日の夜中0時から挑戦できますってやつ。で、それのシークレットミッションの一部が、まあ、これ勇者の家庭教師アバン先生のクエスト公開クリアとか、あとスピクリ5ターン以上残して通常バランクリアとか、あとアンチウィンド持つキャラ2体以上でバランの怒り、さっきの超究極のやつクリアすると、これアンチウィンドはまあ必須かどうかわかんないけど、少なくとも、まあギミックとして出てくるのは確定ね。で、台もウィンド持ってるんで、やっぱり台接待におそらくなるだろうね。まあそれが2体以内でバランの怒りクリアすると宣言の書。いやでもこれ、最近運営さんに言ってた、どうなんだろう、豪絶コラボキャラ入れてクリアしろみたいなのは、あんのかな。それなかったら、ちょっと運営さん声聞いてくれたみたいなのあるかもしれない。で、新しい超絶のアストラル、非属性のやつね。新しい超絶シリーズ始まったね。で、これが7月29日の木曜日の夜7時から。いつもこういうのって金曜日だけど、なぜか今回、あれね、木曜日から。で、イラストは、なんだっけ、なんか女の子と男の子がすごいなんか力をゲットしてすごいことになっちゃいましたよシリーズみたいなことを運営さん言ってましたね。で、これ、今回の目玉。集結。天使の福音会、福音開催。で、これが7月22日、明日のお昼から始まって、月曜日のお昼まで。もうこれ言ってましたもんね、5体重心化した時に私。いや、これ5体ピックアップしたガチャやったら、運営さんお金ジャブジャブ稼げるでしょ、なんでやんないんですかみたいな話私したら、いや、絶対聞いてないでしょうけど、もともと考えてたよみたいなパターン。で、これが5体の天使ピックアップの限定キャラ超アップ。だから多分 0.6% とかなって、まあ、3% の確率でこの5体の誰か出ますよってやつね。で、まあ、オーブないよっていう人も絶対いると思うんですよ。いや、台に使っちまったよみたいな。とか、そんな人のために運営さん、あのケチで、しょうもないしょうもなかで、あのケチでケチなモンスト運営さんがなんと、お一人様一回限定無料で弾けるシングルガチャ、天使シリーズ第2世代の5体のうち、ずれか1体が確定で排出。なんで、オーブないよっていう人も、単発でこの5体のうち1体、誰かもらえるんすよ。いや、どうしたの、あのケチでお金払うこと、お金を金取ることに何でもないです。ごめんなさい。で、そんなことしか考えてないような運営さん、なんかタダで弾けるんすよね。だから、ぶっちゃけ、リセマラした人どんまいみたいな、ここ最近リセマラした人どんまいくらいの、なんかすごいいいガチャ入ってきたんですね。だから正直これでリセマラして、構える引いたら、スタートして OK みたいな、そんな感じの、なんか、いいガチャ。もうこれ一生これ実装してていいっすけどね。リセマラしてカマエル出たらスタートしていいですよ、みたいな、そんな感じで。
いやだから、まあ珍しくすごい、なんかいいことしてくれたんですよね。コラボガチャとかもこれなんか将来の伏線とかになるのかな、確定で無料できますよ、みたいな。で、まあ今回これで、獣神化、あと獣神化ですね。竹中半兵衛貴族性。で、貫通パワー型、ゆっくり、重力、超ウィンドウ、源流封じ L、ゲジバリ閉じ、ゲジランチブロック、スピードとパワーがアップ、触れた敵の攻撃力吸収が8ターンと20ターンで打てます。で、超絶斬撃と超絶爆発。まあ正直どこ使ったあれどっかここでああここ刺さるみたいなとこあったっけ。蓬莱くらいしか思い浮かばないですけど、蓬莱のぷよ処理苦手ですっていう人に向けて、そのまあブロックの、まあ、8ターンで動けるパワー型の SS 使えるすごいいいキャラみたいな、そんな感じ。パッとそれくらいしか出てくれないけど、なんかあんのかな。まああとは一応そのバランがウィンド出てくるってことで、そのもしかしたらアンチ、いや、貴族性か。半属性で勝てみたいな、その昔の鱗滝さんのミッションみたいな感じで。だからそれで、まあ、これがもしかしたら刺さるかもっていうのはあるかもしれないですね。で、まあ、7月28日の水曜日。また来週も水曜日なんですよね。一応今週は明日から祝日入るってことで水曜日だったけど、来週なんかあったっけって感じいや、でもこれ、まあ、いや、まあ、その辺はないでしょう。で、まあ、これ、どうなんだろう、こう、将来的になんかあるのかな。まあ、これは、もうみんなでめちゃくちゃ褒めましょう、褒めて。いや、これ、評判良かったら多分今後運営さんも、実装してくれるかもしんないですからね。また、なんか将来、そのコラボ来た時とか、なんかすごい、なんかあった時にやります、みたいな、そんな感じあるかもしんないから、まあ、みんなで運営さんこれは褒めたたいておきましょう。すごいっすねって。なんで、よろしくお願いします。サマーウォーズよろしく。はい、ごきげんよう。